マギレが急速に発達する時期がこのオホーツク文化の時期なんですね。そのような変年表はありますけど、北海道でいうと、まあ、5世紀6世紀ぐらい、まあ、俗成文時代からオホーツク文化っていうふうに展開する、その頃に急速にそういう儀礼が発達する。それまでは用意できるものは何かっていうと、まあ、いろいろ考えられるんですけども、まあヒグマの毛皮とか、あるいはこういう、薬剤ですね、の、まあ、原料になる胆の、まあ、幽胆って言ってますけども、そういうものが、まあ、輸出品としては非常に、有効であったなと。